準決勝の2組がスタートしていきました。予選トップは4レーン、川根家2組、伊賀から、ただ1人2分10秒台で決勝を作りました。7レーンの高瀬さやかは、この種目、昨年優勝しました。3レーンの上村愛也、2レーンの酒井志保は、この種目、優勝経験があります。まず4レーンの川根家が積極的なレース。30秒3日で先頭列でした。1レーンから白井優が現在2番手、高校2年生。3番手に2レーンの酒井志保が続いています。4レーンの川除優が積極的なレース作り、まず100のターンはどうでしょうか。100m は1分2秒89というタイム、1分2秒89で先頭を折り返しています。2番手は1番手から白井理央、そして3番手の上村愛がついています。4番手の小西が現在4番手。